たということ、今日のゲームを振り返ります。さあ先発はバファローズルーキー田島、その立ち上がり、まずは1番川島慶三、キャッチャーファールフライ、先頭バッターを打ち取ります。ランナーを送るんですが、4番内川、ショート足立のこのプレー、誰もいいプレーでした。初回0点に抑えます。なんでもないようなプレーですけど、いいプレーなんですよ ね。さあそして中田から初回先頭バッターホームランは胸、実はこのスイングの前にセーフティーバントの構えがあったんですよね。で変化球をよく見て次のまっすぐを仕留めたっていうね、プロ初ホームランで1点先制、その後ツーアウト満塁のチャンスを迎えて、バッターボックスはルーキー岡田、フルカウントから振り抜いて1・2塁間を割っていきます。この2点追加大きかった、小山もホームに帰ってきました。3対0これで入りましたよね、3回先発田島から上林がこれはしっかり捉えました。右中間、これはスリーベースヒット、ノーアウトランナー3塁、その後ワンアウトになってバッターは1番の川島、この辺りがファーストゴロ、少しボールこぼれる間に上林ホームに帰って1塁はアウト、これで3対1。嫌な点の取られ方だなっていうのがあったんですけどね、その直後ワンアウトになって足立が三遊間を割っていきます。このヒットランナー1塁に出て、さあ T 岡田、このボールを捉えて、ボールはライトスタンド一直線、今シーズン第1号のツーランホームラン、これで5対1。あ、もう帰りなさいホームランですよ、はい、ただすんなりとはゲームは進んでいきません。5回ツーアウトのあと甲斐拓也、この打球は左中間へ伸びて一番深いところ飛び込んでいきました、今シーズン第2号、これで5対2。さらに川島、今宮連続ヒットで二塁一塁、一発すれば同点という場面で柳田、ここは見逃しの三振、ストレート、一番きつかった場面でありますね、投げ切りました。はい、そして6回、この回の先頭バッター内川の打球は高く上がってレフトオーバー、フェンスを越えていきました。今シーズン内川もなんと第1号。あ、これはもう内川を褒めるべき、うまく打ったホームランですね、はい、2000本安打まではあと6本です。その裏ワンアウトのあと福田、詰まりながらもレフトの前、木所前進、ボールが後ろにそらす間にランナーはセカンドへ、すぐ中継センターに弾き返して田中誠一から1点を取ります。これが大きいんですよ、そうなんですよね、はい、流れがよどんどんいってたところですからね、そして7回ワンアウトのあと甲斐はサードゴロ、ツーアウトのあと川島サードライナー、ここは小山がいい反応、サードライナー、まあ、7回を三者凡退に抑えて、このあと8回も行くということになった田島、しかし8回柳田がレフト方向、第5号ソロホームラン、これで6対4、2点差、やり返してされたって感じですよ ね。まあ、ここで降板、その後黒木が抑えて、さあゲームは9回に進んで増井がマウンドに上がる、先頭バッター途中から守備に入った木所、この一振りストレートを捉えました、今シーズン第1号、このホームランで1点差の6対5。もうまだ大事にちょっと投げてましたよね、はい、まあ、その後しかし2アウトを取って代打福田はスリーツーからセカンドゴロ、ただホームランの後しっかりと増井が3人を打ち取りました、はい、結局6対5バファローズがホークスを破って、この関西クラシック3連戦は2勝1敗と勝ち越しました。まあ、今日はこの猛牛打線という ね、形で近鉄が南海を下したというそんなゲームでもありました、まあ